で、こんな感じでですね、まあ、じゃあお願いします。まあ、つまり未知のもの、ものは何が 何であるかは意識しないで扱うということを取り組んでいます。未知の物体として全て扱います。全て同じもので、その鍵となっているのが指先についている触覚センサーになります。触覚センサーで物体に触れて持ち上げるときにどのぐらい滑りそうかというのを予測して、ちょうどいい力に合わせていきます。で、そうですね、滑り量とも違うんですけれども、滑りやすさとも若干違うんですけれども、まあ具体的にはこの指先がどのぐらい変形して、これ以上いくと本当に滑ってしまうのかどうかみたいな、そういう尺度がありまして、それに基づいてやってまして、オリジナルなアルゴリズムになっております。これは単なるゴムではなくて中にセンサーが仕込まれているってことですか？これはセンサーが仕込まれていないゴムです。それはただのゴムです、ね、で、この裏側に、まあ、圧力分布センサー、マトリックスのセンサーがありまして、これとこれを合わせて、触覚センサーとしています。で、じゃあゴムが圧力センサーを押すことによって、はい、物体を検知しているってことですね。そうです。で、それ今からちょっとリアルタイムにどんな感じなのかっていうのをご覧いただけます。で、圧力分布センサーなんで青くなればなるほど圧力が強いことを示します、はい、で、分布なんで場所によって違いますね、濃さが。で、だから矢印が出てきたと思うんですけど、それこのそれぞれの半球一つ一つの変形の向きと大きさを示しています。なんで例えば僕人間なんで上に自分で動かして上って言えば上だし、下って言えば下ですね。これは私が力をかけて変形させてますけど、この変形の向きをこのように検出できます。なので持った時にこれどっちに滑ろうとしているのかっていうのを検出します。それが上下左右分かりますし、回転して滑ろうとしているのか、こんなような状況ね、こういうことも分かります。で、それを総合して扱って、今この状況だとこのぐらい力が必要だっていうのを求めるアルゴリズムがありまして、早速実験をしたいと思います。どちらでもいいんですけど、じゃあケーキ行きましょう。ケーキで、はい、はい、で、他のケーキももちろん本物なんですけれども、もうこんな形で持っています。で、今安定、波磁力安定していますけど、外力をかけると状況が変わりまして、例えばちょっとこう下から、今はこれ引っ張られたと判断して強い力が必要になってますし、こうなんていうか、あまり強く潰れちゃうんですけど、こう外力をかけるとそれに応じて力が変化するっていうのが分かってます。じゃあリリースお願いします。はい、で、受け渡しも今度掴んでる時っていうのはこの落ちないように、今離すリリースお願いしますってお願いしましたけど、今度持っていてちょっとこう引っ張られたりこうなった時には、あ、人が掴んで引っ張ったねっていうことを検出してちょっと離すというふうになっております。自律的に離すこともシステム上できるってことですね。そうですね、引っ張られれば。続きまして、何か試してみたい物体ってございますでしょうか？卵の殻、はい、では卵の殻せっかくなんでやってみませんか？はい、はい、やってみます。はい、で、指先が挟まないようにこちらにやってみて、はいはい、まあ、こんな風にやると挟まれずにできるかなと思います。こんな感じですか？はい、あ、大丈夫です。はい、お、掴んだ。はい、で、まあ、圧力、矢印がちょっと短めだっていうのがなんとなく見えるかなと思います。そんなに、なんでしょう、まあ、軽い物体なんで、はい、そんなに滑ろうとする力はない、うん、なんで優しく持てるという感じなんですね。ああ、なるほど。え、っていうことが、これが中に生卵が入ってまして、はいはい、重ければこの矢印の量が増えてくるんで、その増えた分だけは掴む力が上がってきます。
あ、滑り落とさないように、そうですね、重さに耐えられるように、ね、そうですそうです、はい、表面に滑りやすいので、うん、あとセンサーってのは、そうそうそう、まあ、若干その分強くなる可能性があります。いや、その表面の滑りやすいかどうかっていうのをは判断できるんですか、その液体によるもので。液体でヌメヌメしてるやつは実はあんまり判断できないです。そうですよね、はい、これは得意じゃないのになります。なるほど、はい、持ち上げるということにフォーカスしてお話ししてきました。で、ロボットアプローチもあります。で、指先のセンサーを使って、あ、今その前にアプローチしていってよくあるのは、この手がその認識がずれていて倒すっていうことがよく起こります。あのロボ、移動ロボットだと。で、工場用のロボットはそういうことはないんですけど、すべて精密にどこに何が置かれているか分かっているので、で、移動ロボットだと程度の位置がずれて倒れるっていうことがよくあります。で、指先に距離を測るセンサーがついてまして、で、こちらに今リアルタイムに表示できるようになっています。まあ、こんな形で、物体までの距離を測って、これを、元に制御を行います。で、位置が変わると当然センサーの物体の位置が変わってくるので、斜めだったら、まあ、それなりに斜めだと判断してくれるということで、ちょっと動かしてみましょう。で、動いていって分かってくると、あ、斜めだということで手を斜めに動かすってことになります。で、まだ動き続けてるんで、ちょっと引っ張っていくとついてくるし、こっちに寄せればこっちにアームの方が動きますので、こんな風に回転してあげれば回転するし、息を合わせるわけではございません。はい、はい、私がこの動作モードを覚えているわけでもないです、はい。まあ、計測を行って、センシングでやってるんですね。はい、そうですね。で、センサーは先ほどあの手の平というか奥にあるんですか。はい、指の上4箇所、下4箇所、それが両方の指に入っています。あと、手のひらの今、つぶつぶ見えている 3×3、なんか見えていると思うんですけど、縦の、はい、あそこにあります。うん、はい。